ように要点だけを押さえて勉強したいんだったらおすすめです。なんだけどすごい邪魔なんです。なぜかという話をします。それは何かというと、ダンジャー篠原です。今回はこちらですね、世界一わかりやすい合格講座シリーズ。これですね、みんなよく使っているということで、これの使い方ですとか注意点話していきたいと思います。まず前提として言わせてください。僕篠原は篠原塾という塾をやってます。でうちの塾はこんな感じで受験戦略というのを一人一人作ってるんですが、その受験戦略の中でこの教材をやってくださいと指定することあんまりありません。もっと言うと極力避けてるとまで言っていいかな。これはねあんまりやれと言わないんですよ。なぜかという話をします。それは何かというと後々邪魔になるからです。今回は、この理由をちょっとねちゃんと話した上で、それでもやるんだったらいいですよということで、どういう人はおすすめできる、でもこういう人はおすすめできないよということを全部ね紹介していきたいと思います。まずねこの世界一わかりやすい今持ってるのは阪大の理系数学ですが、どこどこ大のなんとか合格講座というシリーズがあります。例えば東大英語とか京大英語とかね、京大とか日本史とかも出てるのかな。この大学の問題はこうやって解いてくださいみたいな感じのことを教えてくれている、そんな教材になっています。出てる大学はほとんど難関大ですね。最低でもマーチ関関同立以上の大学しか出てないという、出版は角川になります。書いてる先生も超一流の先生が書かれてますね。この教材何がいいかというと、売れてるんですよ。すごくよく売れてて、なんかみんな買ってるんですよね。でみんな買ってみんなやりたがるんですよ、すごく。その理由はもうシンプルで、行きたい大学難しい大学ですよねと。でその難しい大学に関して要領よく効率よく要点を押さえて勉強できそうだから買ってるんだと思うんですよ。ちょっと考えてみてほしいんですよ。今行こうとしてるその大学が要領よくコンパクトに最低限の努力で勉強したっていう人を受からせる大学だと思いますかというのを考えてみてほしくて、どうですか。ちょっと怪しくならないっていうところなんですよね。だから僕これあんまり生徒に指定しないんですよ。過去問25カ年全部やってくれって言うんです。もう理由としてはシンプル、そっちの方がより包括的に対策できるから、いろんな問題に対するアプローチが勉強できるから、でそれで実際結果も出してるんで、なので、この世界一わかりやすいどこどこ大シリーズ、こんな人におすすめだよっていうのは、さっき言った通りです。要領よくコンパクトに、要点だけを押さえて勉強したいんだったらおすすめです。なんだけどそうじゃない人は僕はこれは避けた方がいいと思います。極力使わない方がいい、本当にちゃんと過去問演習を全部やった方がいいと僕は思いますね。先ほど邪魔になるって話したと思うんですよ。何が邪魔になるかというと、例えばねこれやるじゃないですか、頑張ってやっていきますよね。で頑張ってやっていくんだけれども、一通り終わった後で25カ年やるかってなるじゃないですか。でそのタイミングで25カ年やるってなった時に入試を想定しますよね。例えば京大だったら試験時間120分で5問、これの時間配分まで含めて勉強しようってなった時に知ってる問題が入ってるんですよ。5問中1問知ってる、これでやったってなった時に邪魔なんですよね。知ってるできると思ってやっちゃうもんだから、試験時間のその時間配分の練習にならなかったたりするんですよ。どうかなっていうね、それどうですかというところがあるじゃないですか。つまり一番過去問演習しっかり綿密に丁寧にやりたいタイミングですごい邪魔なんです、時間配分の練習ができないから。だから極力やめてくださいと、極力こういうのでショートカットしようとしないでくださいと、全部ちゃんと丁寧にきっちり勉強してくださいっていうふうに僕は言ってます。ということで、この教材のね僕の塾で使わない理由最初に言いました。なぜかっていうと、あの動画って序盤の方は見てくれる人多いんですけど、最後まで見てくれる人も少ないんで、ちょっと最初にこれを言いたかったんですよ。ここからじゃあこの本の内容とか中身を紹介していきたいと思います。この本はですね、基本的に、大学入試の問題で、特に阪大だったら、これ阪大持ってるんで阪大の数学の問題を中心に作ってます。もちろんですね他の大学の問題もちょこちょこ載っています、類題としてね。基本的に阪大の理系数学だったら阪大、京大の理系数学だったら京大みたいな感じで、その大学に、特化した問題がピックアップされています。何がいいかというと、解説がすごく分かりやすくて丁寧なんですね。他の大学のいろんな類大とかも載っててっていう感じで、勉強はしやすいかなと思うんです。さらにこの大学はこういう問題よく出しがちですよっていうこともちゃんと書いています。例えばですけど確率統計とか出ないんで、その辺はほとんどもう書いてないんですが、よく出るところ確率全科式ね、これは出ますよね。確率全科式に関してはみっちり、この子の場合全部で60テーマあるんですが、そのうちの10分の1ですね、6テーマをもう確率に割いているということで、やっぱりよく出るところにフォーカスして、きっちりページを厚めにしているというところでね、さっき言った通りよく出るところをコンパクトに効率よく勉強していくという意味ではすごくよくできた本です。解説が丁
丁寧なんで分かりやすいですから、25カ年とかね、解説分かりにくいなと思うことはありませんか？計算も途中省略されてますんで、ポンポン進んでいきますし、なんでこの式いきなり出たんだろうみたいなことあるじゃないですか。それが周りの先生とかも教えてもらえる先生いるんだったらいいんですけど、そういう先生いらっしゃらない場合、やっぱりこういう本で勉強していかざるを得ないと。この本だとちゃんと書いてます。こういう理由でこの一式目が出てますよとか、こういうこと多分考えると思うけど、この方向間違ってますよみたいなことちゃんと書いてるんで、そういう意味ではすごくいい本ですが、後々すごく邪魔になるんです。なので、僕の塾でこれを指定する場合、どういう場合かというと、時間がない人です。とにかく、最後の最後までチャートとか網羅系を終わらせるのが遅かった。応用対策教材やるのが遅かったっていう場合ですね。遅かったっていう場合は、苦肉の策として、残された時間少ないから、これやりましょうと。最低限戦えるからっていうことで、指定することがありますね。もうそれは、コンパクトに要領よくやらざる得ないから、後先考えるのがもうしんどいので、じゃあもうこれだけやって、とりあえず二次対策の数学終わった、やったということにしましょうという場合にこれを指定します。あるいはもう一つ、志望大学が急に変わった場合ですね。具体的に言うと共通テストとかであまりいい点が取れなかったっていう場合、ランクを下げると。例えばこれまで京大を受けようとしてたんだけど、阪大に下げるってなった時に、じゃあこれをやってくださいと。これまで阪大の問題触れてきてないと思うんですが、この本にいわゆる過去の良問と呼ばれるもの、いい問題で、かつよく出るところだけまとまってるんで、これをやってください。これやったら共通テスト後の限られた時間、共通ボケも解消しながらできますよねということで指定することがあります。この2つの場合ってどちらも応急処置な感じ、わかりますか？戦略としてはあまりいい戦略じゃないですよね。苦肉の策、応急処置で逃げのような形でこれを使ってくれっていう感じになるんで、そういう人にはすごくいいと思います。つまり本当に時間がないとか急遽変わったみたいな人が使うんだったらありなんですが、じゃないとちゃんと1年ぐらいみっちり応用対策取るべきじゃないですか。その東大とか京大とか阪大の英語とか数学とか法語とか理科とか、もう全部ちゃんと綿密に1年とかみっちり取ってやるべきところじゃないですか。でそれだったらできるはずなんですよね。まずうちの塾だったら基本的に、まあ京大だったらプラチカを使うように言います。これをやることで解説丁寧なんで、プラチカでとりあえず難しい問題の解説読むようになりましたねと。で応用力もつきましたねと。でその後例えば25カ年とかやっていきましょうと。そしたら25カ年解説はあんまりよくわかりにくいかもしれないけど、プラチカで慣れてますよねっていう感じでやってもらうことが多いかなと。これがうちの塾の基本的な数学の戦い方なんですが、それができない人ですよね。残された時間的に厳しいという人は苦肉のファクトとしてこれをやりますかと。これ先ほど言った通り60テーマなんで、だいたい60問反対の過去問が載ってるんですが、その60問の類題が出ることにかけましょうみたいな、まあ、ちょっとギャンブル要素というかが出るのかなと思いますね。ということで先ほど言ったように、僕の塾篠原塾では基本的に、もう過去問20カ年25カ年頑張れと言うんです。全部やってくれと。それをできる人が受かる大学に行こうとしてますよねと。コンパクトに要領よく効率よく最短ルートで何とかしようっていう横島な心持ちの人間が受ける大学ですか、東大京大がっていうことで25カ年頑張れというふうに言います。それはうちの塾の方針だし、うちの塾難関大に強いんで、他の人がこれをお勧めしてるんだったらその人なりのロジック理屈があるんだと思いますが、うちはしてません。なのでこれを買ってやるのはいいですが、後々困るかもしれないなと。後々過去問演習投資でやりたいと思った時に困るかもなと思いながらやるのがいいんじゃないかなと思います。本としてはすごくいい本です。解説がすごくわかりやすいし、独学で勉強するって意味ではすごくいいんじゃないですか。公式の復習とかもできるしね。すごくいい本だと思いますよ。なのでそれを分かった上で使うんだったらいいんじゃないかなというところでした。ということで今回は世界一わかりやすい、どこどこ大合格講座の使い方というかレビューというかでした。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。